久保さん。まあ、最近ですね、僕はあの、大きい、大きいというかちょっとね、悩んでまして、でももう買うことを決めましたからね。あの、4K のプロジェクターを買おうかなと思って、もう買うことを決めて、まあ、8月30日に、楽天のなんとかなんとかキャンペーンが24時間やるんですよ。で、その時に、その狙ってた、いいなと思ってたプロジェクターがちょうど、 特典か特典と安くってもいろんなのなんかか、挟まってもう買うしかねえって <laughs>。買うしかないみたいな。まあでも、17万ぐらいするんですよね。十七万ぐらい。まあ何が言いたいかっていうと、あの、いや僕もね、あの、うん、じゃあその、ポン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 ね、その、うんた、まあ安くはないと思うんですよね。17万の買い物。どうすか 17万の買い物が安いとは僕は思わないですね。うん。まあ、その、うん、めっちゃなんか、なんだ。前沢社長とか1000億ぐらいの貯金を持っていたら17万の商品が鼻くそになるのかわかんないですけど。ね、あの、自家用マイジェ,ジェット機とかある人からすると17万はわかんないですよ。 で僕にとって17万高いんですよ。なんか結構悩んだんですよ。で、しかも、そのプロジェクター僕もあるんですよ。で、あるか、逆に言うとあるから高いの欲しくなったんですね。そう、いい、もっといいのっていうのが欲が湧いてきて、いや、だけどなあ、あるしな、みたいなね。プロジェクター買ったばっかし、まあ、今年買ったんですよ。今年の多分2、3月ぐらいに買ったのかな。まだ半年使ってないんですけど、いや、でもね、欲が出てくるわけですよ。 でもね、プロジェクターいいんですよ。使ってみたら。体験したらいいなと。これじゃあもっと良くなりたいな、みたいなね。<laughs> いやーでもな、まだ1年も使ってない。いやーでも売っちゃえばいいかな、みたいな。なんかいる。しかもそれは今年発売したやつらですね。古くないんですよ、しかも。どうしようと。まあいろいろ考えたんですけど、まあ買いました。うん。で、まあこれ後付けなんですけど、あの、買って頑張ろうっていうね。 か、あの、みんななんか、あれじゃないですか。あの、稼いだら、まあ、久保さんも多分結構言われたと思うんですよね。セリフで。久保さん今お金ないんで、お金稼い、お金が貯まったらそっか塾入ります。みたいな。お金が稼いで、お金が、はじあ、な、このね、集まったらそっか塾入ります。っていうセリフ、結構聞いてきたと思いますけどね。特に19万8000円とかで売ってた時は、結構このセリフあったんじゃないですか。いや、お金、あの、稼いで。 今入れよみ、ね、まあ、るよみたいな。今入るよ、みたいな。セミナー来てんだろ、みたいなね <laughs> で。僕も、僕はもう、あの、買ってから頑張るタイプですね。うん。そう。久保さんもね、お金があったから塾入ってないですね。カ二2枚のカード、このキャッシュ、キャッシュ枠というかね。ね。それで塾入ってますから。<laughs> そう。まあ、これがいいって言ってるわけじゃないんだけども、 なんだろうなうーん。確率的に言うと、確率的に言うと、うん。なんだろうなあの、要は、今すぐ行動できるタイプなのか、それとも、結局後手に回すタイプなのかっていうところで、じゃあ今すぐタイプの方が成功する確率が高いのか、じゃあ、あでやります。 っていう、あと、回しタイプの方が成功する確率が高いのかっていうと、これ全体のボリュームですよ。全体のボリュームで言うならば、今すぐタイプの方が間違いなく成功する確率は非常に高いと思います。で、で、ことネットビジネスですね。ことネットビジネスには特にそうですね。うん。なぜならば、まあ、お金かかんないからですね。うん。お金がかかんないですよ <laughs> なんかね、 小保さんこれ不思議じゃないですか。お金がかかんないのに、やらないわけじゃないですかで。お金がかかるものに関しては、安いものは、なんかこうね、安いから、つってね、買うっていう。うん。でも、お金が、そのね、安いものは飛びついて買うのに、いや、ただだよ、と。ただの、ただには飛びつかないの、みたいな。いや、無料でできるのに、なんでこれめちゃめちゃやれよ、っていうね。 いや、お金1円もい、ね、何万本、僕は2万本以上アップしてますけど、0円だよと。なんでやらんのっていうね <laughs>。しかも、それ見てるんでしょみたいな。うん、そ,のどそ,このその動画を見てファンになって、その動画を見て興味持ってね、こう商品買ってるんでしょいやいや、やろうぜ、みたいなね <laughs>、うん。だけど、安いものや手,手を出しちゃうっていうね、すぐね。安いから、つって。 いや、もう0円だよと。0円ななぜ行動してんと。<laughs> なんか面白いですよね。で、高いと、いや、お金がないんで、みたいなね。<laughs> お金がないんで。<laughs> そっか、ちょっと、もうちょっとお金が溜まったらっ。で、久保さんが最、あの、最終奥義ですよね。じゃあ、頭金でいいさ、頭金3万円でいいです、みたいなね。<laughs> これうまいですね。<laughs> そんな人のためにも、頭金3万円から入れますっていうね。<laughs> これいいですね。うん。 いってらっしゃい